皆さん、こんしましま、ヤンティスの新猫好きです。13K 防衛圏実況プレイやっていきたいと思います。はい、というわけで、前回はね、高宮さん編と、崩壊編の、ステージ7の方やっていきました。ということでね、じゃあ続き、東雲涼子さんのね、ストーリーやっていくかな。前回の東雲さんのストーリー、まあ、だいぶ間が空いたんやけど、なんかこうね、網口くんと出会ったことによって、なんかこう、なんだろう、井田先生と雰囲気が似ているみたいな感じでなってて、こう、まあ、好意しちゃったんだ、多分気づいてないでしょう、みたいな。そんな感じにね、なってしまった、みたいなところから、ね、終わったんだったっけな。チャットはどうなってるんだっけ？踊り場からなんだ、もう一個ハテナがあるな。ここで記憶を思い出すとかどうとか。とりあえずな、あれなんかな。ここにもなんかもう一個分岐があるな。いろいろあるけど、うん。まあいいや、とりあえず進んでみるか。じゃあ、スタート。ああ、まあ、いつもの寝ているところからってところね。この辺はカットしてええか。井田先生は2064年の事件で亡くなったんじゃない。ここに来た時に私を助けに来た。なぜそんな大事なことを忘れるなんて。一通り見てきたけど、井田先生聞いてみるか。クラウドシンク。井田先生はどこにいるの？2064年の戦闘から行方不明よ。覚えてない。頭がする。ああ、もうなったか。薬や。うん、どうしようか。考えようか。とりあえず少しは楽になるはず。よしよし。で、森村先生に聞く。頭痛がひどくなったら飲みなさい。少し強い薬だから、副作用で一時的な記憶の混乱があるわ。安心してすぐに戻るから。で、これで探しに行くのかな。なんもないか。なんもないかな。で、こっからなんかするんかしら。どこへ行く気だ。1年生のいる3階。ついてこないで。そういうわけにはいかない。まあこの辺の下りは同じやな。井田先生は亡くなったんじゃなくてみたいな感じだね。さてさて、
これ下り同じになるのかな、どうなんじゃろう。あなた好みの女性のタイプって、私に逃げろと言ったあります。いや、そのゴートが気を取られてる。今のうちにそっと言って、なんというか、こうあれなのかな、行ってみるか。でもなんかあんまり変わり映えはするのかな、これで。ん？頭が割れそう。やばいやばい。空になった。今のが最後の薬だったよね。症状が悪化する前に薬を入手しないと。保健室に予備の薬を置いているはず。なんか下りが同じになりそうだな。冷たくて甘い。やっほー。麗しいお嬢さん、やっほー。怪しくないけどね、肘山くんは。お困りなら俺でよければお力になりましょう。結構よ。肘山くん、いいやつなんだけどね。いいやつなんだけどな。チェ、渡り廊下の方に行った方がいいんかな、これは。ここだったよね。ここで、これか。奇妙な感情、井田先生。別の道が行けるはずだ。調べる。部員の募集が掲示されている。私には関わりのないことだ。陸上部にでも入ったらっていう。なんだっけ。あ。まずいまずい。おかしい。ついさっき飲んだばかりなのに。先輩、大丈夫ですか？あれ、これ大丈夫かな？同じになるかな？伊田先生、聞いてみるか。ひどいな先輩。これですよ、網口、覚えがないわね。あれ、放っておいて。先輩、知らない人なのに、なんだろう、懐かしいような。薬、おかしい。ついさっき飲んだばかりだ。ここだと飲めないのか。これでいいかな。それ見なさい、治った。治った。ん、これでいいかな。これで何回薬、粒が大きくて飲みにくい薬だけど、これでしか頭痛は取れない。水と一緒に飲まないのかなっていう。じゃあこのまま下に行けばいいんかな。こっちに行ける？食堂へ。あー、ちょっとこう展開が違うかな。空いてる。販売が終わったのね。あー、あのパンのやつね。頭が、あら、スキスキする。さっき飲んだのにな。やっぱり効きが悪くなってるな、だんだんと。うん、空になった。体勢がついたんやな、病気の。症状が悪化する前に D が薬を入手しないと。 D がちょっとね、高宮さんや。やっほー、ユッキちゃんって。網口くん風に。シノノメ、何やってんだ。黒服がお前を探してるぞ。お、黒服が誰？何を言ってるの？
あれ？お互い特務機構の潜入要員だろ。そうだよって。忘れちまったのか。ああ。メガネに弱み握られてスパイをやらされてたろ。メガネ。特務機構の伊田哲也だ。伊田先生がなんで？ん？前までやってたぞっていう。まあ忘れちまってんだろうな。本当に覚えてないのか？理科室に転移して戻ってきた時の。その話。理科室？教えて。理科室？話を聞く。理科室？これは新しい展開だな。あ、でもあれか。関ヶ原と一緒に転移した時の。ん？お、あれ？ここは？セクター4、桜高校だよ。おー。あなたが最初に設置した理科室のゲート。網口がいない。あそこに置き去りだ。網口？ん？これは一体どの辺の展開なんだろうか。新しい展開かな。本心を聞かせて、伊田先生。私は利用されているだけ。私とは遊びだったのね、みたいな。あなたが望むなら。でも、先生の気持ちが他の子にあるのは、許せない。浮気しないでね、みたいな。先生は、あの子とやり直すために、私たちを見捨てる。あの子？あの子って？落ち着きたまえ。勘違いだ。研究室の映像を見てずっと苦しんでた。君は混乱している。薬を飲んで冷静になるのか。決めたの。今日で決別する。スタンモード解除。待て、しのめくん。お、撃つか。さよなら先生。おお、伊田先生死んだ？死んだか？なんかすごい切ない BGM で。思い出したのか？まさか、そんな、私が先生を。その前の段階がね、見たかったけど。となるとやっぱり先生を撃つなんて死んだのかな。スタンモード解除っていうことはやばいな。そこまでしちまったんだ。映像を見たから。何を見た？やめて。あれかな。大人の東雲さんみたいなやつだったよな。あの高宮さんのやつで、急がないと。高宮さんの回であったやつ。調べよう。よしよし、ここはいつもの研究室やな。どこまで見たっけ。伊田先生の研究にアクセス。記録3214。次の記録から。AI の研究ばかり。データがなくなった。おかしい。記録はここまで。おっと、誰か消したかな。最後の記録を調べる。最後は持っている最新の記録が3年前。誰かに消去されたんだわ。ん？お、ドロイドが撃つ。よしよし。ん？ゾンビゲーやん、もう。さあ、まだ来るか？動くかな？銃がなければ危なかった。マジね。ほんまそれな。え、もうこれでいいんかな？ドロイドは動かない？他に調べるところは？あるのかな？なさそうだな。
ドロイドは調べれない。あら、おかしいわね。こいつらが入れないよ。連絡通路の扉はロックしたのに。おっと、誰かが解除したか、もしくは監視カメラの映像あるかな。監視映像、監視カメラの映像、うん、買ってみたらあかんしって。前回来た時からの監視映像、誰かが解除したかな。元レンヤが何度か来てる。通路を開けたのは彼らか。そうか、監視映像を遡れば記録を消したのが誰かわかるかも。よし、記録を消した人物を調べる。さあ誰かな。あ、それがこれか。これは伊田哲也やね。伊田君、そんなボディで済まない。ん、426に君のボディを奪われるなんて。ああ、せっかくあなたが作ってくれた体だったのに。いや、悪いのは俺だ。油断があった。すぐにもう一体用意するよ。私より他の人たちの体を作ってあげて。残念だが、彼らにはもう体は必要ないんだ。騎兵？知ってたのか。適合者によりセイルだと円盤を騙すために、体のない仲間を騎兵に組み込むんでしょう。ああ、どれくらい円盤を騙せるかはわからないがな。私も騎兵に組み込んで。バカを言うな。バレたら異物として排除されるんだぞ。一か八かだ。三浦も肘山もいいんだ。あいつらはそういう時代の人間だしな。伊田くん、私を見て。もう今は如月富じゃない。この世界の如月富に君を移せば元に戻れる。研究も進んでる。君は復活できるんだ。ダメ、絶対にダメよ。恐ろしくないのは、彼女は私なのよ。誰かを犠牲にして成り代わるなんて、そんなことをしたら私、伊田君を許さない。トミー、いいの、騎兵に組み込んで。考えてみるよ。調整のために一旦電源を落とす。ああ、そうか。どうしてだ。あれよな。俺が助けたいのは君だけだ。他の誰が死ぬのか関係ない。君がいなきゃ意味がないんだ。もしか、あれか、伊田哲也の本心は、宇佐美？承知してしまえばよかったんだ。ってこと？データは円盤に残ってる。いや、いっそもう一度最初からやり直すんだ。もう一度、あの日から初めて彼女のデータを新しい如月富に移せばいい。知る必要なんてないんだ。リセットすればその方がきっとうまくいく。うん。封印された記憶。なんかこう、なんだろう。あれか、東雲さんじゃなかったっていうことだな。伊田哲也の本心っていうのは多分ね。まあ、宇佐美？宇佐美が本心でっていう感じよね。さっきの映像はあれだな、426、が、その、ドロイドのね、形で、なんか蘇ってたんだけど、なんかこう、伊田哲也がこう、電源を切ったかなんかして、その時に宇佐美のね、ドロイドが追って、
で、その隙をついて、あの426が、あの、宇佐美の、あの、体を乗っ取ってっていうところよね。で、あの、入れ替わっちゃったっていうことよね。うん。で、その後の話ってことか。なるほど。あ、もう、もうなのかよ。早いな。まちょっと一応、肘山くんだけ、アンロックしておくか。よし、オッケー。これでまた使えるな。そうか、東雲さんまた、あれか。ロック、かかったな。ウェイブ10。じゃあ最後までやらんといけんってわけか。はい、というわけで、じゃあね、まあ、早々に東雲さんね、ロックかかったっていうことなんで、崩壊編、ね、ウェイブ8やっていくかな。いやー、なんか最近こう、すぐにロックがかかるな。今回は第3世代、第4世代のみで攻撃隊を編成。クリア時の、街の防衛率 80% 以上。青。そうなのか。じゃあ、この辺を下げて。行くわよ。任せてくれ。どうすっか。この辺で出る感じか。となると。ちょっと休ませた方がいいか。さて、じゃあ、この辺で編成していけばいいかな。じゃあちょっとカスタムしていくか。はい、というわけで、まあ、いろいろカスタムしていきました。ね、今回はで、ね、第3世代、第4世代のみのね、編成でいくっていうことで、ナッチ、三浦くん、で、宇佐美、薬師寺、ゴーと、アメグチくんの、6名で、やっていくぜ。では、出撃。いや、しかし接近されたらちょっと危ないな。まあ、そんなに危なくはないけどね。11時15分。もう夜やん。なんか上から近づいてくるぞ。え？上からマリコ？落ち着いて騎兵に解析させて。これ、またあのでかい輸送機か。いいえ、似てるけど、アンノーン。おそらくテラキャリアの新型。改良型か？夏野さん、対空戦闘用意だ。やん、変態いて。まあ、今回は変わらずやね、今回も。そうか、変態が来るのか。さて、じゃあ、この辺、出るかな？来たね。生き残るのよ。じゃあ、とりあえず、そうだな。貫通マルチロックミサイルでも撃っておくか、とりあえず。行け！第4世代の強みはこういうところなんだよな。じゃあとりあえずインターセプターをつけとこうか。ファンネルみたいな感じよね。さて、この辺か。とりあえず高精度マシンキャノンで一気に。強いなこれ、ほんと。この辺も来るか。この辺も来るけど、そうだな、この辺に、おい。よしよし。おお、結構なんかいろいろ来るな。おお、こっち来た。どうすかな。あっちにも、ちょっと、ハイパルスレーザー、いけ。よしよし、オッケー。とりあえず、ウサミンは、とりあえず、ミサイルレイン。これがすごいな、ほんま。ナッチは、この辺だな。とりあえず。アミグチくんは、この辺にも来るな。よし、行け、マルチロック。
そうだね、薬師寺まだエネルギーに余裕があるからこの辺、いやーこの広範囲のマシンキャノンも気持ちいいな。広範囲のね、マシンガンっていうのもこの辺に、よし、じゃあどうしようかな。インターセプター、井口くんもつけとこうか。パンネル。勝機を逃すな。うわ、某大型ミサイル撃てんくなってる。さすがですな。いや、お、全部倒した。そうだ、しっかりしないとって。じゃあ、高精度マシンキャノンで、あ、この辺叩くか。いけ。強いね。さてじゃあこの辺でとりあえずこの辺に置いとこうか。どうしようかな、シールドリペアでこの辺やっとこう。お、この辺に来たか。倒しきれてないか。どうしようか。じゃあミサイルレインをこの辺に打っとこうかな。よし、ミサイルレイン、ミサイルの雨は暗いなみたいな。でこの辺をマルチロックミサイル、うん、網口くんがちょっとあれか。ポイントロックミサイル、うーん、そうね、どうしようかな。そうか、エネルギーがね、エネルギー消費の技ばっかりか。うーん、まあやるしかねえか。さてじゃあレーザーを打っておくか。よし、この辺もいるか。そうだな、もうここ一気に大型ミサイル打ってみるか。いけ、核ミサイル、この一発で。おお、すごいな、ほんと。どうしようかな、じゃあ追尾ミサイルでも撃とこうか。とりあえずこの辺か。まだこのテラキャリアは破壊できないみたいだな。そうだな、とりあえずもうゴートはこいつを集中的に叩くか。そうだな、うん。で、回復しておこう。なかなか来るな。対地ミサイルでも撃っておくか。あ、でもそんなに意味ないのか。じゃあミサイルレインをこの辺に撃っとこう。よしよしよし。そうだ、アミグッチーならやれる。じゃあどうしよう、ポイントロックミサイル撃つか。まだ倒すまではいかないか。これで倒れろ。よし、オッケー。で、そうだな、とりあえずまたインターセプター、いや、いいか。 EMP スパイク、まあやっとくか。よし、よし、オッケー、オッケー。じゃあもう高精度
マシンキャノン。おう。どうすりゃいい？ああ、もうあれか、この辺、この辺は敵がいないか。じゃあ、マルチロックミサイルでこの辺を一網打尽。よっしゃい、大量破壊。宇佐美、またミサイルレーンお願いしますよ。いやー、これ激しいな、ほんと。貫通型マルチロックミサイル、いけ。ミサイルの雨を食らえ。ミサイルオンミサイル。そしてマシンキャノンで追い打ちだ。で、そうだな、ポイントロックミサイル、いけ。よっしゃい、一丁上がり。あらよ、出前一丁。よし、じゃあレーザー撃つか。ビューン。で、薬師寺はまだあれか、エネルギーに残り残量あるから、ミサイルで。うん、ナッチもレールガン、おお、そうか、これ一気に撃てるやつか。そうだな、じゃあとりあえずマシンキャノン撃っとこう。これでいけた。お、もう倒した。いいね。いや、インターセプターめっちゃおる。そんなにあのね、ターミナルのね、あれ使わんかったな。そんだけこっち強くなったのかな。戦い話だったからね。うん、どうした、イオリ。地面瓦礫だらけでつまずいちゃって。あらら、フラフラじゃないか。見せてみろ。すりむいちまってるな。なんか珍しいな、やばいでしやがってなんか優しいな、高宮さん。気をつけろよな。いいね、なんか待って、おいおい、まさか私、そういうのは。でも何かは、まあ、そのなんつうかな、これはその浮気とかじゃなくて、私 A 君一筋だし。何を言い出すんだお前は。まあ、そのあれだ、高宮さんのね、そのなんか男勝りなところ、なんか女性なんだけど男らしいところに惚れちゃったみたいな、まあそういう感じなんだろうな。網口くんと同じタイプか。てか本当、さっきのあの高宮さん優しいな。 BJ、 私頑張ったよ。その BJ は三浦なんだぜっていう。んと、網口くんが見ててくれ、ゆきちゃん高宮さん専用のスキルやな。見ていて重労、この二人は。肝心なその二人がいないんだよね、攻撃部隊に。さあどう？ S だよね。 S いけたね。とテラキャリア、今回のやつやな。強化型だってみたいだったけど、そんなに強くはなかったな。うん。と、ソフトクリーム。まあ、なんとまあ平和的な。めっちゃ手に入った。めっちゃ手に入ったやん。いいね。結構いろいろとこう、ね、手に入った感があるな。東雲涼子。更新されてる？
2105年の地下室の、監視映像で東雲は井田の本心と目的を知ることとなった。井田が東雲たちを救う気がなく木更木の実に執着していることを知った。ああ、まあそうよな、うん、ね、浮気だったのねみたいな感じだったよね。でもなんであれなったの、井田先生はね、うさみだけだったんだろう。なんかそんなにあれだったっけ、うさみに感情があったっけ。そんな更新されたのはこれやね。井田はドロイドとして復活させた如月の、模擬人格を今の如月の肉体に移植しようとするが、彼女にそれを拒絶されてしまう。彼女は如月を復活させるためにドロイドではなく初めから生きている如月の肉体に移植すればよかったんだと考え、この世界をもう一度最初からやり直そうとした。まあリセットさせるって言ってたしな。うん、なんか井田も悪いやつだな。全然この人を解放されてないから解放しておこう。うん。同時博士。本名は平蔵。平蔵って言うんだ。同時キリコという娘がいる。その娘は沖野だけどねって。四季島の技術研究の、始祖で、戦後彼の功績で四季島は飛躍的に進歩を遂げた。関ヶ原をかくまっていた沖野を、秘密を盗んだスパイの、なんで、憲兵に追わせ捕まえようとした。ほう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 。あ、沖野の司を捕まえようとしたんやね。他には何にしようかな。ドローンの頭脳。あ、これはあれか、ナッチが持っとったやつね。BJ の復活させ、BJ を復活させるためにってやってたやつ。ヘッドギア。これは何だったっけ？ああ、そっか、尾形くんにつけてたやつか。こう、ね、記憶をね、思い出させてみたいな感じで。テラキャリア。こいつがね、なんかまあボス感あるんだよね。まあモビルファクの方がボス感あるけど、他にはなんか解放しておくもあるかな。ソフトクリーム。ソフトクリーム食べてたか。うん、食べてたね。なんか平和やな。他には何にしようかな。小学2年生雑誌って書いてある。わ、わ、懐かしい。いやー、なんか、こういうの、よう買ってたな。低学年時代の尾形の宝物。76年の発売の、学年別、学習雑誌で、付録は、ククチャレンジ電車と、ソロシートドラマ、メカダイモスの逆襲。うん、なんか、ねえ、これも全部メカダイモスっていうのもあれなんだろうな。沖野じゃなかった、ね、芝くんの、ね、ビデオなんだろうな。あれなんだよね。ということで。さて、じゃあ、そうだな、東雲さんと崩壊編はなんとか、終わったところなので、じゃあ次回は、右回って、重郎から、進んでいこうかなと。いやー、なんかこう、だいぶね、使えるキャラクターっていうのも減ってきているから、ね、アドベンチャー編も、まあ、終わりに近づいてきているんだな。ね、次回の、13期へ防衛圏もね、ぜひぜひ見てください。重郎編だよ、今度は。チャンネル登録、高評価、コメント、どしどし待っているぜ。それでは、バイニャラー。